まあ、正直に全部話してしまえば、まあ、最初はその、まあ、大学入ってですね、まあ、伊藤塾に入ろうと最初から決めてたんですよ、1年生の時から。費用の問題もあったので、1年生は正直ずっとアルバイトしてました。で、まあ、伊藤塾に通う費用を貯めて、でそれで2年生から勉強してっていう。特に私は訴訟チームというのがありまして、訴訟チームに所属しているので、まあ、紛争解決が一番多いですね。で、まあ、昨今だと本当に最高裁大法廷といった事件もありますし、あとは、まあ、本当にもう企業同士の経営権争いから、その企業にとって非常に重要な、まあ、知的財産権の、まあ、紛争であったり、まあ、その会社にとって非常に大きなポイントになる訴訟っていうのを担当させてもらうことが多くまあ、うちの事務所だと留学する弁護士がほとんどなんですが、じゃあせっかくなんでその本場のニューヨークに行って、もともと訴訟チームっていうのもあるので、ニューヨークで本場の訴訟を、まあ、経験するで勉強するっていうのに合わせてですね、まあ、アート、ファッション、デザイン、建築っていう分野の専門性を高めるためにニューヨークで2年間勉強して帰ってきたっていうのがあります。その後はまあ本当にその専門性を高めていく中で、クライアントがどんどん増えていって、今に至るという状況。アートであれば、アート業界の、まあ、そのルールというか、法律とはまた違うルールを中に入って学ぶ。で、ファッション、デザイン、建築もそうなんですが、それぞれの分野にルールがあるので、そのルールを知った上で、まあ、それ前に培ったジェネラリスト経験を掛け合わせることで、好きな専門分野でこう、まあ、仕事をしていくというのに行き着いたことです。実はその作られた法律を解釈してトラブルを解決する、紛争解決をする以前に、じゃあどういった産業を作っていくか、どういった国の指針を作っていくかというところに、弁護士が非常に深く関われることが、自分の中でも気づきの中であったんですね。実際にやらせてもらっていて、そういった活動がですね、実際にその実を結んで法改正につながった事例もありますし、かつ、まあ、言ってしまえばさらにそういった仕事をしていると、面白いというか、面白いことをやっているクライアント、依頼者さんであったり、新しいことをやろうとしている依頼者さんたちからの依頼も増えてですね、まあ、弁護士業としてもどんどん潤っていくと思いますし、国であったり、国会議員、政治家の方たちが話されているところに弁護士が積極的に入っていたり、かつそこは本当に一番最初のその分野の先駆者にもなれるという意味では非常に楽しいとは思いますね。弁護士の可能性でいくと、もう多分何でもやれるっていう意味では、弁護士をまず選択して、この基礎をつけて応用につなげていく、それは多分どの分野でもいけるっていう意味では、すごい楽しみがある仕事だな。